桜族は植物界バラ木バラか桜赤の族である。国や時代によって種に対する分類の範囲が異なり、桜を桜族として分類するのが主流の国とスモモ族として分類するのが主流の国に分かれている。前者を競技の桜族、後者を抗議の桜族とも言う。桜類を桜族に分類するか、スモモ族に分類するか、 国や時代で相違があり、現在では両方の分類が使われている。ロシア、中国、1992年以降の日本では、山桜や西洋見桜など桜のみ百種を桜属として分類するのが主流である。一方で、西欧や北米では各種桜とすもも、桃梅、梅、上水桜など約400種を一括して、 すもも族として分類するのが主流である。これは比較的桜類の多いロシアや中国では桜類を独立した族として分類していたのに対し伝統的に桜類の少ない西欧と北米では桜類をすももや桃や梅などと一括して分類していたためである。日本の科学は西欧や北米の基準に合わせることが多かったため従来は桜類を スモモ属としていたが、1992年の東京大学の大場秀明の論文発表以降は、実体にあった桜属表記が主流である。なお、この種とは分類学上の種のことで野生に自生する種のみを指し、種の雑種や種の海分類の変種や、全く異なる分類体系となる野生種から開発された栽培品種は種の数に含めないことに留意する必要がある。 桜類を、抗義の桜族であるスモモ族分類する西洋や、北米の分類だと、スモモ族には桜や梅、桃、プラム、アーモンド等の果樹や花木が含まれ、スモモ族は以下のア族に分かれる。ア族を別族として分けることもある。共通する特徴は、樹木になり五弁の花をつける。花は、梅のように一つずつつくもの、桜のように短い軸から数個を、 棒状につけるもの、上水桜など、小さい花を穂のようにつけるものなどがある。果実は、角カで、外側は柔らかくて、中心に硬い種子が一粒はいる。落葉樹が多いが、博打の木や林木などの常緑樹もある。ただし、桜族以外は単系統制が疑わしく、将来的な再編が予想される。ありがとうございます。